ランランラン。私が出かける朝のうちに、いつもすれ違う小学生たち、彼らはいつも3、4人ではしゃぎ、私を見ながら通り過ぎる。女房は5ヶ月のお腹を抱え、毎朝私を送り出す。女房のために、子供のためにと、オンタイムカードに綺麗な数字。毎朝すれ違う小学生たち、この頃少し気になりだした。彼らはいつも私を見ながら、何か言いたそうにすれ違う。あと少しで私の家は3人家族になるので、おもちゃ屋を通るたびに立ち止まり、店の主人と笑顔を交わす。その日の朝は気になった。いつも会う小学生の一人が私の前に立ちはだかり、バカと言って走り去った。その日の朝は、その日の朝は、小学生たちは私に向かって石を投げてはしゃいだのだ。当たらなかったとはいえ頭にきた。それからの私の朝のうちは、小学生を避けて裏道を通り、家に帰るのをもう周りで、汗かきになった。